ハリアー E、AV-8B ハリアー E、AV-8B ハリアー E は、マクドネル・ダグラス、ゲンボーイング社が短距離離陸垂直着陸機の放シドレ例ハリアーをもとにスーパークリティカル翼や、揚力強化装置を組み合わせて開発した攻撃機である。すでに、イギリス軍での運用は終了したが、軽空母や、強襲揚陸艦、 小規模な飛行場といった多滝の活動が制約される環境下で近接航空支援と戦場航空阻止をこなすことができる唯一の攻撃機として現在もアメリカをはじめ数カ国で運用されているアメリカ海兵隊ではハリアー GR-1 の改良型である AV-8A ハリアーを1971年より部隊配備しホーカーシドレー、原 バイシステムズ社とマクドネルダグラス社は、ハリアー第二世代の開発にけて、パートナーシップを結んだ。しかし、イギリス軍とアメリカ軍は、打撃、航空阻止の任務においては、カイマイナス4、カイ A、A マイナス18や、トーネード IDS といった攻撃機が必要であると考えていた。イギリス政府の支持を得られなかった、ー,ーシドレー社は脱落したが、 アメリカ海兵隊の認識は異なっていた。世界中に部隊を展開する上で滑走路や航空機用シェルターなどコンクリートデリを固められた基地は数が限られており、兵器庫や燃料庫は攻撃目標として選定されやすい上に攻撃に対して脆弱であった。また上陸進行直後には滑走路の確保自体に問題が生じる可能性があった。垂直離着陸機は 規模が小さく設備の不十分な飛行場でも活動でき、そこが利点となる。アメリカ海兵隊は武装搭載量の増大など、より実用的な垂直離着陸攻撃機を求めており、1975年にマクドネルダグラス社から提出されたハリアー改良案を了承した。これにより、オリジナルのハリアーに複合材料の導入などの軽量化策を施し、 実質的な並走搭載量を増大させた AV-8B ハリアー e ハリアー i 2を開発することとなった。ハリアー e は AV-8A 改造の試作機 a V-8B が1978年11月9日に初飛行を行っている。量産開始は1982年。この機種をイギリス軍は GR5 として逆輸入し、 さらに改良を加えた GR-7 電子機器の更新と並走の強化を行った GR-9 を2010年11月24日の退役まで使用した。こうした経緯のため、ハリアー E の製造者はバイシステムズ社とボーイング社の英米2社であるが、アメリカとイギリスのハリアー E 自体の能力は異なる。現在までに精密爆撃と夜間攻撃能力を備えた。 ハリアー E は300機以上生産されている。ハリアーの発展型であり、基本的な機体形状はほぼ同等である。高翼配置の主翼を持ち、機種下部、左右主翼の端部、機体後部に姿勢制御用のバルブ付けの補助ノズルが取り付けられているが、胴体幅が拡大されており、水力が20%向上している。ロールスロイスペガサスエンジンを搭載している。そのため、 垂直離陸時の最大離陸重量が増加している。胴体は昨の計4箇所の排気口の形状は、斜めにテーパーをつけて切られていた形状を、ゼロスカーフノズルと呼ばれるダクト形状に変更され、排気口が下向きになった際に、排気が地面で拡散されず上向きの水力が効率よく得られるようになっている。また、エンジンの空気取り入れ口の改善を行い、1%の リカバリー工場とエンジン巡航時での効率の改善がなされている。コックピットの座席を30センチメートル高い位置に移動し、キャノピーは水滴型に変更して大型化され、下方視界が拡大している。コックピットには前方中央上部にハド、ヘッドアップディスプレイが、その下には点キーとコマンドボタンを組み合わせて、無線周波数や後方モードの操作を行う UF アップフロントコントロールがある。左側系基板には単色の多機能 CRT 表示装置があり、並走状況やアングルレートボミングシステム、角度率爆撃システムの情報などを選択して表示でき、右側系基板にはエンジン回転数、排気温度、排気ノズルの排気高角度などのエンジンに関係する、計器がまとめて取り付けてある。また、操縦管とエンジンの出力を制御する、 スロットルレバーには、ホータス概念を導入している。主翼には、スーパークリティカル翼を採用して、翼服が増加して、翼面積も14%拡大しており、翼圧を厚くして、翼内の燃料の搭載量が増加している。また、主翼付け根前円には、ラックスと呼ばれる小さな延長部が取り付けられている。これは、 空戦での機動性を向上させるもので、イギリス空軍の GR-5 に装着されていたのだが、後に本機にも装着された。機体重量の軽量化を図るため、主翼、水平安定板・機種部には、炭素繊維強化プラスチック、CFRP 複合材料を使用しており、本機の機体構造重量における CFRP の使用比率は26%を占めている。 主翼のハードポイントも2箇所増設され、翼端にあった補助車輪が内側に移動している。また、ハリアー、または AV-8 と C ハリアーで使用されていたフェリー用翼端は使用されていない。胴体下のガンポットにストレーキが設けられ、V トールジの揚力向上に寄与している。また、ガンポットを使わない時は代わりに2枚のフェンスを装着し、胴体下部の中央に 装備されている引き込み式のフェンスを組み合わせて、囲い,い部分を構成する。左右のフェンスは、地面に当たって跳ね返ったエンジン分流を効率よく反射して、機体の揚力に変換し、引き込み式のフェンスは、排気がエンジンの空気取り入れ口に入り込まないようにする、リズと呼ばれる動端揚力増強装置に取り替えることができる。そのため、垂直離陸での揚力が増加している。 湾岸戦争では5機が撃墜され、2名が戦死し、戦争手当たりの悲撃墜は1.5機となっている。これは、同戦争に参加した A-10 攻撃機の3倍、k -16 対応と戦闘機の7倍の損耗率である。アフガニスタン侵攻やイラク戦争では、湾岸戦争での経験を生かし、高高度からのレーザー誘導爆弾による爆撃に戦術を切り替えたため、 損失が格段に少なくなっている。初期に開発されたハリアーはレーダーを装備しておらず、空対空ミサイルは赤外線誘導の短射程ミサイルのみだったが、アン、APG-65 を搭載した、AV-8B ハリアー E プラス、ハリー D プラスは、ARM-7 スパロー並びに、AIM-120 アンロム、中距離空対空ミサイルの搭載が可能であり、 イタリア海軍とスペイン海軍は本機を艦隊防空戦闘機としても運用している。垂直離着陸機の実用性を示したという点で、ハリアーは一時代を築いた航空機だが、構造上、エンジンによって性能が確定してしまうにもかかわらず、現実にはベト時の余剰水力に乏しく、搭載量を向上させるために離陸時に後方斜め下にノズルを向けて滑走するスと方式が、 併用されるようになった。また、陸上基地から運用される空軍型や、大型の強襲用陸艦から運用するアメリカ海兵隊に比べて、滑走距離を取れない艦艇でのスト運用時の効率を高める方法として、イギリス海軍においてスキージャンプ方式が開発され、他のハリアーユーザーであるイタリア海軍、スペイン海軍の軽空母にも採用されている。また、 通常のターボファン機とは異なり、熱排気が低温のバイパス流と混は冷却されずに、純ジェット同様に直接排出されることから、赤外線誘導ミサイルの追尾を受けやすいと言われるなどの生産の問題や、性能向上にはエンジンの改良が必須でありながら、その開発費が莫大であることから、そもそもハリアーのペイロードレンジを2倍にする AV-16 計画から、 エンジン水力を2割強化するエンジン開発を費用の問題から断念して欲型などの要素研究をフィッティングしたものがハリアー E であるハリアーを運用する各国もこれ以上の改良型の計画を持っていない。ただ垂直離着陸機ないし短距離離着陸機の持つ運用上の利点は十分に認識されているためハリアーの占めてきたポジションの後継には統合打撃戦闘機 JSF 計画に基づく回 -35B ライトニング E が占める予定であり、アメリカを中心とした国際共同による開発が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。